東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原塩原を愛するみんなの合言葉塩原プラスラブで塩原ラブ 第七十六回始まり始まり皆さんこんにちはこんにちはパーソナリティの光一ですそして塩原高原大根のフロフキンですフロフキンちゃんこんにちはこんにちはねこないだは、うん、ようこそ塩原私の地元でしたけれどね、うん、中塩原のいいところでね,ね平山からねししはい いろんな人が見てくれていたようでね反響がたくさん届いておりましたもっとあんな料理も紹介しろよなんていう感じだったのでねまた機会があったらねぜひぜひ先に言っちゃってねいろいろなねやっぱりお店とか旅館なんかのねお部屋も借りてああいうね収録とかねできたら面白いなと思いましてね。ぜぜひひ行きたいわ あの来て頂戴っていう人はね言っていただけたらありがたいなと、うん、えどこ <laughs> <laughs> はいお待ちしておりますはいそれでは最初のコーナーです塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきますローカルニュース塩原事件庁いや大変だよフロッキンちゃんどうしました僕の通っていた中学校がね、うん、壊れちゃったんだよえ 建て替えに伴いまして、うん、塩原中学校の校舎がの取り壊し解体作業が進みましても、うん、と、ねまあ、元々の校舎それから特別教室棟そして体育館ってあるんですけど特別教室棟と体育館を残して昇降口とか職員室があった、うん、あの校舎 校舎が、うん、跡形もななく、うん、瓦礫の山になってしまいました。はい。平成26年度からですね、えー、塩原中学校塩原小学校が、まあ、統合した形、まあ、小中一貫校としてね、うん、生まれ変わるので、うんえー、少し前からあプレハブのね仮校舎を作って、えーまあ、中学生は校庭の方のね、えー、校舎で勉強してるんですけどね。 えー、解体作業がまあ、少しずつ少しずつ進んでいたんですけどついにきれいになくなってしまって、うん、まあまだね片付け終わっていないコンクリートの塊がありますがなんだかすっきりしちゃったような寂しいようなね、うん、感じとなっていますあじゃあその塩原中学校の敷地に小中一貫校ができるそうお<ー>でまあ、残っている特別教室棟と体育館はそのまま使ってうん、うん、ね今取り壊しをしたところに 新たなな、ね、校舎が建設されるとということなんでですねねも楽しみだ、ねうん、やっぱりね、うん、まあ思い出の場所がなくなっちゃうという寂しさはありながらもこれからねまた子どもたちが新しい思い出とかね歴史そういったものを刻んでいく校舎が誕生するんだろうなと思うとね、うん、それはそれで楽しみですし、うん、なんとかね、えー 多目的室など、まあ、地域に開放される教室っていうのかな、うん、なんかもあるようなのでそういったところを使いながら、まあ、大人になってからも、ね、今度学校に足を運ぶことができるとか、うん、でそういう形でも使えるようなので、えーまあ、今からはです、ね、どんな校舎が完成するのかが楽しみということで、ねえーまあ、工事の安全を祈っております。えー、ローーカルニュース塩原事件庁は 塩原中の校舎が壊されちゃったでしたそれではここで映像をご覧いただきますこの店知ってるあ、ここだこんにちは こんにちはいらっしゃいませこちらでとて焼きをいただけると伺ってきたんですが、はい、とて焼きってどんな食べ物なんですかはい、えー、外見はクレープのようなんですけども、えー、生地はクレープ生地とは違いまして、はいはい、大変美味しい食べ物になっていま,す、えー、ま今11軒でやってまして、はい、で11軒それぞれ中身は違うんですけどもはい うちのとて焼きは甘い系統のとて焼きでしてこちら今井屋さんでは甘い系統がいただけるとはい生クリームあんこえとセトラ入ってますぜひお召し上がりの方お願いしますぜひいただいてみたいです今井屋製菓さんのふんわりロールとて焼きをご紹介しましたそれでは塩場ラブ,ラブ 知らなくてもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学、マニアー9さあクイズをねいろいろと出していますが、うん、先ほど事件帳の中で、うん、塩原中学校のお話が出ました、はい、今日は中学校に関するマニアックな問題をと思って用意してきました。うん さあこの季節になりますとやっぱりもうね、えー、3年生は高校入試とかがあるし卒業に向かって、うんえー、いろいろとねもう1年間のまとめの季節となってきますよね。うん、クラスごとだと学級文集とか1年の思い出とかね、えー、夢とかを書いた文集とか作りましたよね。塩原中学校では生徒開始 生徒会が中心となって、えー、学年全部の学年全校生徒を対象にしたまあ、うん、部活動の報告とかね、うん、何とか委員会の話とか生徒会活動のこととかまあいろんな行事のことっていうのをまとめたね、えー、生徒会誌というのを作っています、うん、さあこの生徒会誌の名前は中学校の うーん中学校と関係があるというかな中学校にあるというかなある木の名前が付けられています、うん、さあ塩原中学校の生徒会誌は、えー、木の名前ですさあ次の3つのうちどれでしょうか A モミノキ A モミノキ B 杉の木 B. 杉の木。C. ひのき。C. ひ中学校に関係ある。うん、さあ。塩原中学校の生徒会医生徒会のね、み、が中心となって作っている冊子です。もみの木、杉の木、ひのき。さあ、どれでしょうか。答えは耳寄り観光情報の後です。 せーの耳寄り観光情報さあ今日は2つの話題、えー、ですね、イベントのお話もしたいところではありますが募集中のもの、まず1件、はい、1> これはね、えー、2月いっぱいが郵便振替の締め切りというのもありますので、何度もお話ししておこうと思います。第36回となります塩原温泉ゆけむりマラソン全国大会 4月の27日土曜日に開催となりますが現在参加される方の申し込みを受け付け付ております一般男女の1 0キロそして5キロコース中学生の3キロそして小学生と親のペアで走る2キロこういったクラスに分かれてね塩原の。 まあ桜が咲いているかそれとも若葉が芽吹いているかそういったね季節をまあ満喫していただきながら走るというわけなんですが楽しみとしては温泉街のマラソンということで旅館とかお土産屋さんの中をねちょっとお普段のねマラソン大会の田園風景とかねえそういったのとまた違った塩原らしい 雰囲気を楽しんでもらえるかなうん、うん、温泉街らしいうん、うん、そして、えー、走った後は、えー、無料の入浴券がついていますので、うんうん、その参画している入浴施設、まあ、この時は旅館ホテルも、ね、かなり開放されるんですけどね、えーまあ、いずれか1つの施設ですが無料入浴をしてやはり汗を流していただくのとうん、うん、疲れを少しでも、ね、和らげてもらうという,うん、うん、そんなこ 温泉場らしいマラソン大会になっています湯けむりマラソン全国大会、えー、今年は4月27日土曜日の開催受付は郵便振替えの場合は2月28日までインターネットでお申し込みができる方は「l a n ットそれから「スポーツエントリー」の方で3月10日まで受付をしていますのでぜひお申し込みください塩原温泉をあげてお迎えします。 さてもう一つこれはねロングランでやっている催しのご紹介となりますが皆さんは見に行ったでしょうか塩原物語館のの再生の展示、うんはい、塩原物語館では開館10周年と「無老再生」の没後50年を記念しまして特別展を開催中です。再再生再びの塩原 湯に浸かり心静めんということでね「無老再生年塩原ん」というか「無老再生」って誰から始まる人もいるかもしれません、うんえー、こんな詩ご存知でしょうかふるさとは陶器にありて思うものそして悲しく歌うものフロふきんちゃんも知っているでしょうか聞いたことあるよねふるさとはなんていうのねあります。 石川県の金沢の出身ですけれども、まあ、家を離れ東京の方で、ね、暮らしていて、えー、そこでふるさとは遠きにありてとねもうちょっと帰ることのないふるさとだろうかというような思いで読んだそうですね。えー、彼は大正10年の秋に塩原を訪れまして、えー、まあ静寂を求めまた何か作品を作りたいという思いで訪れたようなんですが、まあ、その静けさと お湯の良さももしかするとあるのかな。えー、とても気に入りまして、えー、10月と11月、2月続けて訪れてるんですね。うんうん、その中で色、えー、2つの作品、シ、え、ューザン塩化工というね水筆と、えー、塩原道という詩を残していますので、まあ、そういった作品の紹介とか、ね、あとは、 金沢にある右方院というね再生がまあ育ったというかね育った場所のお寺さんから再生愛用の品も特別にお借りしてきて展示をしていますこの間ねどこかの中学校の先生かなが見に来てくれたんですけどねとても良かったということでね その中学校の先生は塩原の方じゃないそうなんですが塩原の知り合いに見たかい、あれはとても素晴らしい展示だよ、うん、<laughs> ぜひ行くべきだよと、ね、<ー>言ってくれたようで、うん、まあそういった方を通してまた、ね、塩原の人が見てくれたらもっと嬉しいなと思いまして「ご紹介をしましまた室尾再生」の特別展は3月31日まで塩原物語館で開催中です。 2月3月は水曜日がお休みとなっていますので水曜日以外にぜひお越しください、えー、耳寄り観光情報はマラソン大会と無浪再生点の話題でしたさあマニアック答えの時間です今日の問題は 塩原中学校の生徒会が中心になって作る生徒会市、えー、これは中学校と関係のあるある木の名前がついています次の三つのうちどれでしょうか A. モミの木 B. 杉の木 C. ヒノキフロフキンちゃん答えをどうぞ A. のモミの木 A のモミの木、うん、正解。はあ、最近いいね正解。いいね。うん、どうして？うん、なんかモミの木があるんじゃなかったっけ？ああさすがだね。うんうん、知ってるね。さすが塩原大根。<laughs> <laughs> そこだ。<laughs> ストレートニーとなんかだ。なんか,なんかなんか生々しい。はい。はい 中学校の校庭には、うん、もうシンボルツリーと言ってもいいようなみ二本二本のモミの木が立っています。うん、あ二本あるんだ。うん、樹齢はだいぶ立っているんだろうな。中学校ってまだああそこの場になってから六七十年ぐらいになるのかな。うん,うん。えその前にはあの作山会社ってねあの木から まあ、木作だねはい、はい、を取る工場があったそうです酢酸、まあ、会社って呼ばれてたんですね、まあ、その当時から、えー、ある木だと思うんですがね<ー>この2本のもみの木が、えー、シンボルツリーとなっていて、えー、生徒会誌ももみの木という名前です、えー、僕が卒業したのはん何年前 ?25 年ぐらい前 そんなに経つ計算した25年ぐらい前になりますがその当時ももみの木というね冊子でしたし、まあ、昨年、中学校に行った時にもねこれが今年の生徒会誌ですよって先生に見せてもらったのももみの木ということでね何<ー>かこう伝統が引き継がれているなというふうに思っております第何号だったんだろうねもうね,ねもうそうだね <laughs> う<ん>いつからか分かんないけどもう中学校の卒業生も60何回となりますからね。う,ーんうん 歴史がありますな。はい、はいえー。今日のマニア級は見事にフロフキンちゃん正解でした。それではここでもう一度映像をご覧いただきます。この店知ってる？こんにちは。はい。大将。いつもの今日は大でお願いします。はい。合掌大。 しまた。どうぞはい、はい、スープ入り焼きそば大です、えー、来た来たのこの間テレビ見ましたよありがとうございます,すスープリり焼きそばとは <laughs> スープリり焼きそばとは、えー、ラーメンの麺をーソース味で、えー、キャベツと豚肉と一緒に炒めてそれを醤油ベースのスープに入れたものです <laughs> じゃあいただきます <laughs> どうぞ、<laughs> 召し上がってください小林食堂さんのスープ入り焼きそばでした<あ>では、ご一緒に今日のこの店知ってるは小林食堂さん小林のスープ入り焼きそば<ー>ご紹介しましたね、ずるずるえ。 焼きそばなのにズルズルという感じでねお客さんにもね,あのね言われるそうですけどねラーメンじゃないのってね言われちゃうみたいですけど一度ねえフライパンで麺とかね具を炒めましてソースを絡めて炒めて焼きそばの状態になりますで丼の中には醤油ベースのスープが入っていてそこに入れちゃうんだよね最初のうちは ね、麺だけこうす,す,、えー、すくってというかねすするとソース味、うん、なのに少しずつ少しずつ混ざり合っていくうちにうんなんとも絶妙なお味と変わってきて、うん、気が付いたら丼の中は空っぽよみたいな <laughs>、ね、スープまで飲み干したくなる<や>そんなスープ入り焼きそばですよね。あのミスマッチかと思いきや<ヤ>香ばしくて。うん いいしで途中からほら別のさ調味料入れるじゃないあな何だったっけお酢だっけお酢すすすったっけ少しね入れるとまた一味変わるんですよってね言ってね三度楽しめるってことかなすよね僕は入れない方がいいけどねあそううんうんうん もちろんこの小林さんスープ入り焼きそばだけではなくいろいろなメニューがあります。定食ものとかもあってねうーんっていつもねスープ入り焼きそば頼んじゃうからね他のやつ何食べたんだろうとかね生姜焼き定食とか食べたことあったかな。実は こういうのも美味しいんだよっていうのをね地元の人は知っていますね、うん、僕は地元の人じゃないのかしら、うん、<laughs> おや, <laughs> いやよほどスープ入り焼きそばが好きなんだね <laughs> ついついスープ入りね、うん、あの冬の間でもねやっぱり週末となるとねちょっと寒くても並んでいる人とかいますからね<ー>やっぱり人気があるお店ですねはい、えー、今日のこの店知ってるは、えー、小林さんスープ入り焼きそばをご紹介しました ふるさとを愛する気持ち、塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで、塩原ラブ。さあ、何を話してもいいぞと言っているこのコーナー。<laughs> そうだったんだ。うん。なんですけれどもね。<laughs> うん、冬の塩原はとても寒いし、うん、雪も降る。うん ついつい部屋にこもりがちになります、うん、部屋にいても寒いぐらいだと思う <laughs> 今日この頃 <laughs> さあテレビを見たりお酒を飲んだりお菓子を食べたりしながら、うん、部屋の中で過ごしていると、うん、どうなりますか太ります太るんだよ冬太り大変だよね <laughs> お腹周りがさえ高一そんな太ってないじゃんって言うけど 垂るものは垂るんですみたいな <laughs> 何の話は <laughs>、はい、で考えました運動したいなと、はい、でもね<ー>雪が降っていたら歩くのも走るのもちょっと心配、うん、まあ、うん、そんなね毎日毎日道路に雪があるわけではないけれど、うん、そしたら塩原にはとても素敵な体育施設があるんですね「B&G センター塩原 B&G 海洋センター」 という体育館とプールがあるんですが、うんまあ、プールは、ねえー、春から秋にかけての営業ですが、うん、あ冬の間も使えるこの体育館なんと、うん、暖房完備、うん、それもねなんていうの園籍引いただけなんていうんだろう、うん、体育館って暖房完備ってなかなかないよ。 特に小中学校の体育館なんてめっちゃ寒かったです寒,寒かった寒かった、うん、でもこの B&G のー体育館はやはりこういった塩原のね寒いところにある関係で暖房が完備されていて冬でも汗をかくような運動ができるんですええー、温泉ってわけじゃないんだよねではない<ー>、うん、まあ,あの電気を使ってこうねうん、うん、熱をこう出してるんだけどねそこでですねはい、うん そうだ小学生のバレエの練習に行こうと思い始めました塩原小学校の女の子女子のです、ねえー、バレーボールチームうー、まあ、スポーツ少年団ですけどね塩原スマイルというチームがあるんですが、えーまあ、同じ世代の、ねえー、人たちが親であり、うんまあ、バレエをやってる人って塩原あんまり多くなかったので。 たまに練習においでよって、ね、いつも言われてたんですけどね、うん、なかなか頼まれても行かなかった私ですが <laughs> お腹がたるんでは困ると思って今度は練習に今度練習行かせてよって <laughs> 自分の方から頼んでねまだ1回ですけどね、うん、行ける時に行こうかなということで運動しようと思んまあ、えー、とさすらいのコーチ <laughs> ですかね。<laughs> 時々行く気まぐれなコーチコーチは練習するのえっとこの間行ったらね <laughs> もうひたすらサーブを打ち続けたでもほらちょっと動くだけでも違うしねでうん,うん、うんでうん、確かにバレーの練習だ,だけだと足りないかもと思ったので、うん、そうそう B&G の、ねえー、担当の方に聞いたらテニスができるようにこうなんていうの支柱柱と、うん あとネットも、うん、おこの秋ごろかな入れたそうなんですよ。えそのの体育館の中に、うん、だから、えー、行けばテニスもできるんだねということになりまして、うん、この間ね友達とやっぱさ運動しないとだめだよねテニス行こうか BG にっていう話になったなんで <laughs> ぱり、えー ね昼間とかやれればいいけどやっぱり開く時間が夜だとするしても、ねえー、そうすると9時,9時半ぐらいまではその体育館使えるので<ー>、うん、6時ごろからとか7時ごろから行って1時間ぐらいもテニスとかやったらいい運動になるじゃないな8時前に終わせば、うん、すぐ隣には塩原温泉花の湯という温泉施設まであるじゃない<ー>そこでちょっともう一プロ入ってあらら、うん、でもこれだけはやめようって一つだけ言ったの。うん 運動した後にご飯食べ行くのだけやめようね <laughs> 絶対そっちの時間の方が長くなるもんねということになりまして、うん、一応運動した時は <laughs>、うん、食事には行かないようにまっすぐ帰ると、うん、飲む時は飲んでもいいけれど、うん、運動した時はほら30分の運動でさ3時間の酒飲みしたらさ逆効果じゃないでもさ、うん、いきなり3時間食事したり飲んでたりするよりはカロリー消費してるよねわずかにね。<laughs> でも行かなければ普通の食事で済すの <laughs> <か>にさ <laughs>、ね。というあの取り留めのない話題になってしまいましたけれどもまだ、ね、寒い時期が続きますけれども身近にある温かく運動ができるスポーツ施設として B&G 開業センター、うん、やっぱりね地元の人の利用ぜひおすすめしたいと思っていい、ねうん、今日の塩原部の話題としました。 最後のコーナーです。小一さん、何？ちょっと教えて。うん。確かそろそろ観光マイスター学院の申し込みが始まるような気がしてたんだけど、うん、はい、はい、ちょっと教えてほしいな。うん。フロッキンちゃん受けるのかな？考えてるんだよ今。そうかそうか。うん、はいマイスター学院ね、はいチラシ。はいありがとう、うん。募集始まっています。はい。 2月5日の広報なすしおばらに記事を載せたんですけどね今募集3月12日までとなっています定員が60名で一度マイスターの認定を受けている方とそうでない方がはいっぱいになった場合受けてない方優先ということなんですが60名まあまだまだね受付始まったばっかりなのでこれから十分間に合います。 平成25年度4月から3月まで、えー、月1回受講をしてもらって全部で12回だね、えー、12回のうち10回以上受講すると塩原温泉観光マイスターとして認定をします、えー、年間の受講料は1万円 1> でも、えー、この1万円の中にはもちろん受講も含まれますが塩原の里物語という、えー、本だね歴史に関する本 塩原の自然という動植物などの図鑑そして「夢ぐり手形」という「入浴割引クーポン」という紹介しておりますけど、ねえー、参画する旅館などでね、うん、半額の入浴とか無料入浴ができたりするという、ね、夢ぐり手形うこういったものを特典としてつけております。すすごいいいごいいいいい特典じゃゃななそそそんっぱううううよこれれはもうね、えー、得もねしちゃうけれど このマイスターはですね、えー、塩原のことをいろいろと研究している、まあ、歴史や自然温泉、うんまあ、医療関係の、ね、人も含めていろ、まあ、んな人たちが講師を務めて本当に塩原の魅力がぎゅきゅきゅと詰まってますので、うん、やっぱり地元の人には地域を見直してほしいし。 近くにお住まいの方にはもっと塩原を理解してもっともっと好きになってもらいたいということでね、うん、第8期8年目になるんですね<ー>、うん、とてもあの素晴らしい講座なので、ね、受けてもらいたいと思ってますじゃあ風呂布巾ちゃんもぜひ早めに申し込んでね定員60人だからね、うん、締め切りに間に合うようにお待ちしています、はいえー、こちら、ね、申し込み用紙が、 ついていますので観光協会の方にファックスまたはご持参いただく形で受付をしております待ってるよはい小市さんありがとうどういたしましてさあということで、えー、今日の番組も終了となります、えー、まだまだ雪道とかが心配となる季節ですのでね、うんえー、なお,お安全運転、えー、安全なあ、まあま寒さをしのぐ格好そういったのね気をつけていきたいです風邪とかも気をつけなくちゃね、うん、はい 塩原プラスラブで塩原ラブ